皆さんこんにちは、キリアです。夜灯す続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回は、サヨコとアカネが引こうとしていた水の変態の二重層の楽譜を探そうという話になったところですが、これは今どうなってんのかな？だろ？うちだってやるときやるんだし。この日の合宿では、私とルイちゃん、それからユウカちゃんとマヤちゃんとレイコちゃんの2チームで、それぞれ、コンテ役と伴奏でのミニ合わせを行っていた。おお、あ、これはまだ、楽譜探しとはまた別で演奏の練習をやってるのか。ゆうかちゃんと二人で話し合ってからのるいちゃんの成長は、今まで以上に目覚ましいとは思っていたけれど、予想以上の仕上がりに本当に驚いた。ゆうかちゃんが指摘していたるいちゃんの問題、走る音。琴を弾くことを走ると表現し、それ自体にのめり込むあまり、周りと呼吸を合わせることが苦手。ゆうかちゃんの指摘通り、私や部長は今までどちらかというと、無意識にるいちゃんが走り出したのに合わせていた。だけど私や部長はたまたまそれができるタイプだったけど、本来伴奏で他人とペースを揃えられないのは致命的。それが極限まで行き着いたのがゆうかちゃん。演奏技術が高すぎてもはや合わせられる域にいないのが、彼女が合奏クラッシャーと呼ばれる理由。そんなゆうかちゃんだからこそ、るいちゃんの欠点を見抜き、ほんの少しのアドバイスでここまで変えてしまった。ねえるいちゃん、聞いてもいい？あの時、ゆうかちゃんと二人で何を話したの？さすがに、どんな魔法を使ったらるいちゃんがこんなに化けるのか、私だって気になっちゃうよ。ん？ああ、大した話はしてないぞ。ただ。ただ？思わず身を乗り出す。一体どんなすごいアドバイスが？長距離走の話した。え？短距離はさ、こうガーッと走って、ドーンとゴールするじゃん。うん。マラソンはさ、ペース配分なんだよね。うちあんま得意じゃなくてさ。でさ、どんなに自力があってすごい選手でも、ペースを乱されたらグダグダに崩れちゃうんだよな。つまりペースメーカーが長距離の試合をコントロールする。うちはそのペースメーカーになるべきだって。なるほど。言っていることは、単純にペースを合わせて周りをよく見た上で自分の音で引っ張る。つまり今までの合奏でも当然必要とされていたスキルの話。だけどゆうかちゃんはそれをるいちゃんの分かりやすい言葉、陸上競技になぞらえて説明したってことなんだろう。たったそれだけでるいちゃんは掴みかねていた周りを見るという技術の確信をつかんだ。まあ、あいつの言いなりになるのは尺だけど、今はなりふり構ってる場合じゃねえし、必ずいつかあいつより上に行ってギャフンと言わせるけどな。そう言って笑うるいちゃんは、言葉こそきついけどすごい笑顔で、私はそれを見たらもう二人の間は安心だなって思った。うん、そうだね。じゃあ今はとりあえずお昼の準備しようか。ゆうかちゃんたちもそろそろ練習終わるだろうし。お、待ってました。腹が減っては戦ができる。みんな、どうしたの？ご飯の準備できたよ。準備といっても、事前にマヤちゃんが作ってくれたお惣菜を温めて並べるだけだけど。たく、いつまで経っても来ないから呼びに来ちゃったじゃん。早く来ないと全部食べちゃうぞと。どうしたの？るいちゃんが怪訝な声を出すのを無理はない。大きな本堂の中、三人は小さく輪になるように座り込んで、まるでお通夜のような顔で何かを見つめている。何があったの？それが、その…言いづらそうに口ごもるゆうかちゃんを遮るように、れいこちゃんがいつもの穏やかな口調で私たちに笑いかける。大したことじゃないのよ。琴爪がね、折れたの。折れた？なくなったのではなく折れた。え？爪板の部分は古くは造形。最近では強度のあるセラミックで作られることが多く、滅多に折れたりするものではない。あ、そうなんだ。とはいえ、古
古くなってしまったものなんかでは折れることもなくはない。それだけでなんでこんな深刻に。あのね、私が優香様と鈴ちゃんと別れて練習していた時、紗友子さんに襲われるちょっと前だけど。あ、気づいたか。その時琴爪がなくなってしまったことがあったの。え、それを聞いて思い出したの。ルイが襲われる前も琴爪がなぜか紛失していたわよね。ああ、結局見つかってねえけど。確かすずちゃんの話によると部長も琴爪がなくなったって言っていたんでしょ。あ、うん、言ってた。呼び爪を取ろうとしてロッカー見たら手紙があったってでしょ。つまり今まで被害に遭った3人とも琴爪に異変が起きてるのよね。っていうことは、つまりこれは前に話していた紗友子さんの合図なんじゃないかしらっていう話になっていたのよ。で今回だけ何か違う。紗友子さんにとって琴爪は大事なもの。茜さんと自分の思い出の品として固執していてもおかしくないものだし。な、つまり次に狙われるのはどうやら私。結構なんか落ち着いてますね。バカ、何のんきに言ってんの。それが事実だったらまずいじゃん。今すぐどっかに霊を隠さないと。そうだよ、どっかこうシェルターみたいなのを。レイコちゃんちならそのくらいあるんじゃ。シェルター、シェルターで幽霊防げるのか。落ち着いて二人とも。さすがにうちでもシェルターはないし、あったところでそれって幽霊に効果あるの。落ち着いてって。逆になんでレイはそんなに落ち着いてんだよ。自分が危ないかもしれないんだろ。じれたようにルイちゃんが大きな声を出す。まあ予想はしてたもの。おそらく本命であるすずちゃんと関係者として認識されてるらしいスメラギさんは最後に狙うはずでしょ。だったら今までの傾向から言えば消去法で次は私かなって。予想してたって平然と言うけど、予想できてたからって怖くないってわけじゃないと思う。大丈夫よ、これってチャンスだと思うのよ。逆にチャンス来るかもしれないっていう予測のもとに動けるのって相当アドバンテージあると思うの。今までみたいにいつ来るのかもわからないっていう状況に比べたら、心の準備ができるだけでも十分だし。それは確かにそうかもしれないけど、本当に大丈夫なのかな。うまく防ぎきれるのかどうか。でも優香と一緒にいればなんとかなるんじゃないか。大丈夫よ、それにみんながいてくれるでしょ。来るって予測できて全員でそれに立ち向かえる状況なだけ、私は恵まれてると思うわよ。他の人はみんな一人になったところを剣に絡め取られて身動きできなくなってみたいな感じだったけど、周りに人がいる状態で特に優香がいれば、あの剣の攻撃を無効化できるっぽい感じなので、それでなんとかならないか。だからそんなに深刻にならないでほしいわ。さ、お昼ご飯食べましょう。そう言って笑顔で歩き出す玲子ちゃんにつられて、みんなで食堂へと歩き出す。確かに玲子ちゃんの言う通り、予測できただけでもすごいことなんだと思う。だけどだからといって自分がこれから襲われるかもしれないって状況でもあんなにしっかりと振る舞えるなんて、やっぱり玲子ちゃんはすごい。どこかモヤモヤとした気持ちながらも、私たち全員そう自分を納得させるしかなかった。じゃあ大掃除を始めましょうか。目的はおばあさまが保管してあるはずの水の変態の楽譜を見つけることよ。あ、そうか、これいつも午前中に合宿のあのことの練習をして、そして午後に紗友子さん対策をするというあれで動いていたから、大掃除もこれは午後になってからやるのか。朝の練習と昼食を終えた昼下がり、本堂に集まった私たち5人はそれぞれバケツや雑巾、ほうきなんかを装備して準備を整えている。食事中もなんとなく空気は重くはあったけど、
当の玲子ちゃんがニコニコとしているものだから、資材と私たちも必要以上に気負わない方がいいのかな、なんて気分になった。オッケー。例の千代神のことづめと一緒にある可能性が高いんだよな。うん。だからことづめがもし先に見つかったら、その近くにあると思う。どうせおばあ様がお戻りになる前に大掃除はする予定だったし、ちょうどいいわよね。綺麗にしながら探していきましょう。あ、ちょっと提案なんだけど。合宿時の家事大臣でもあるまやちゃんの提案なら聞かない選択肢はない。え、なになに？うん、あのね、今はそんなに広くないし、本堂は広さの割に収納は少ないでしょ。一部屋ずつ大勢で掃除しても逆に効率が悪いと思うの。だから二組に分かれるのはどうかな。ああ、確かにな。そうね、私もそれが良いと思うわ。それじゃあ私とスメラギさんは今の書棚から見ていくわね。一応狙われてるらしい私はスメラギさんと一緒の方が安全だと思うし。うん、そうですね。それだとできればレイコがいる方を3人にした方がいいんじゃないかなと思うんだけど、どうだ。確かに今までの異変はユウカちゃんがいない時に起きたり、ユウカちゃんが駆けつけると収まったりしていた。その方がいいだろう。うん、じゃあ私たちは本堂の棚裏とか見ていくよ。じゃあ何かあったら声かけてね。そう言ってお互いに手を振り合って2組に分かれていく。こっちの鈴たちが3人なのか。スメラギさん、そっちはどう？引き出しの中身を全部出して一つ一つ確認してみたけど、それらしいものはないわ。そっちは？楽譜はあったんだけど古いものではないわ。多分すずちゃんが小学生の時に買ってあげたものじゃないかしら。そう、やっぱりそんなに簡単に分かる場所には置いてないのかしら。もう何十年も前の話ですもんね。そうね、もしどこにも見つからなかったらどうしようかしらね。手がないわけじゃないわ。すずが夢で聞いたっていう二重奏の断片があるでしょ。あれを書き写せば近いものはできると思う。え？でも本当にあれはフレーズだけだったってすずちゃんがしょげてたわよ。欠けてる部分はどうするの？さよこさんも行動流の家元筋、行動流の作編曲法を学んでるはず。断片でも音がわかれば私が同じ理論を使って間をつなげる譜面を書けると思う。おお、すごい。ただかなり近いものは書けても完璧にはできないと思うから、オリジナルの楽譜があればそれが一番確実なのは間違いないわ。完璧にはできない、近いけど完璧じゃないって、なんか逆にこうさよこの逆鱗に触れそうですよね。なるほど。でさよこさんが親元にいらっしゃったのは神楽原の中等部で寮に入る前だから、12歳までよね。そんな小さい頃にも行動流本家では作曲や編曲の理論を習得されるの？ええ、私も小学生の頃には編曲程度なら自分でいくつかできるようになっていたから。やっぱりすごいわ。いくら教育されたって言っても才能がなければおいそれと習得できるようなものでもないはずよ。スメラギさんもさよこさんもやっぱり天才肌だったのね。そんなことはないと思うけど、あなただってやる気になればできるはずよ。無理よ無理。いくらやる気があっても誰にでもできることじゃないわよ。いいえ、誰にでもとは言ってないわ。でもあなたにならできるはずよ。まだこの玲子に関しては問題が残ってるんですよね。どうしてもあなたとしっかり二人で話しておきたかった。ちょうどいい機会になる提案をしてくれたマヤさんには感謝ね。何？何の話かしら。とぼけなくていいわ。ここには今私たちしかいないから。でも
それでも知らないふりをするなら、少し私の話を聞いてくれる？私が最初にあなたたちの演奏を聞いた時に言ったこと、覚えているかしら？何だったかしら？よく覚えてないわ。自分がない音、これはマヤさんのことだった。目指す音も目標もなく、ただ鈴についていくためだけの空虚な音だった。それから走るだけの音。ルイのことよ。走るように演奏することで得られた絆を大切にするあまり、周囲を顧みることができなかった。だけど彼女たちはそれぞれ自分の問題としてそれを解決したわ。そして最後はあなたよ、タクサリさん。いつまで自分を偽る音をかき鳴らすつもりなの？自分を偽る音？何のことだか本当にわからないわ。スメラギさん、何か思い違いしてるんじゃない？最初にあなたの音を聞いたときは、まだここまでのことだとは思っていなかったわ。何か事情があってわざと下手に弾いている。例えば目立つのが嫌な性格とか、そういうことかもと思ってた。わざと下手に弾いている。だけど鈴からルイの話を聞いた時、ルイがたった1年でここまで才能を伸ばしたって聞いて、これはただごとじゃないって思った。いくら本人に眠っていた音感や部長さんへの恩義による努力があったとしたって、1年でここまで上達するのは尋常じゃない。学校の部活レベルの指導でなんとかなる話ではないわ。しかも当のルイは別に厳しい練習をしたわけでも、スパルタに耐えたわけでもない。楽しく1年間弾いてきたなんて、にわかに信じがたい話よ。考えられる可能性は一つ。本人には導いていることさえ悟らせずに伸ばしていく。そんなことができるレベルの指導者がこの部にいるはずなのよ。それが玲子か。最初は部長さんか、もしかしたら鈴が無意識にやったのかと思っていたわ。だけどマヤさんの練習の時、鈴を引き離したにもかかわらず、マヤさんは短時間で化けた。それで確信したわ。タクサリさん、あなたがあの子たちの裏の指導者なのよ。そしてそれを隠して自分自身は完璧に盆栽を装っている。どうしてそんなことをしているの？マヤさんやルイは変わったわよ。そんな彼女たちの真摯な姿勢を見て、あなたは何も感じないの？あなたがその偽りの音を捨てて本来の力を出せば、高層大会の優勝だって狙えるでしょ？うるさい。何？え？うるさいって言ったのよ。がっかりだわ。私と似た境遇で育ったあなたなら、もしかしたら私を理解してくれるかもしれないと思っていたのに。え、ちょっと待って。え？ずっとこれ、小夜子に取り憑かれていたの、玲子。ずっとか、それか今、え？タクサリさん、何を言ってるの？いえ、そうじゃなくて、その声。私の孤独なんて誰も分かってくれなかった。私はずっと一人だった。誰といても、仲間といても、家族といても、私の孤独は埋まらなかった。孤独になるのが嫌だって思うのが、そんなにダメなことなの？自分を偽ったら、孤独でなくなるのなら、それでもいいじゃない。それがどうしてダメなことなの？私は悪くない。私が偽らなきゃいけないのは私のせいじゃない。さよこさんなの？タクサリさんに何をしたの？もうやめて。タクサリさん、後ろ、ガラスが。危ない、避けて。いけって。タクサリさん、しっかりして。本当の私なんか見てくれないくせに。
リさん、危ない。ここで選択肢、優香の行動を急いで玲子を止める、叫んで助けを呼ぶ。これ助けを呼んだ方がいいんじゃないか。ちょっと待って、一回セーブしよう。よし。で、今までもちょっと読んでいてというか聞いていて、スズたちに早く助けを呼ばないとと思っていたんだけど、さっきスズたちも何かあったら呼んでとみたいなこと言ってましたもんね。叫んで助けを呼ぶ。まやちゃん、そっちどう？本堂の壁沿いに備え付けられた小さな押し入れをごそごそと探しながら声をかけると、反対側の押し入れを見てくれていたまやちゃんから返事が返ってきた。見当たらないかも。やっぱり今かなやなのかな。今頃ゆうかちゃんたちも探してくれてるはずだし、もうちょっとこっち見てみよう。なやは最後でいいよ。まずは家の中からにしよう。そうだね。なやってなるとそれだけで3日くらいはかかりそうだもんね。使ってない扇風機や暖房器具をしまってあるナヤは、おばあちゃんがこの手なりに不倫する前から建っていたという蔵のような建物。広さもそこそこあり、さすがにあそこを私たちだけで片付けるのは相当骨の折れる作業だ。できれば家の中であってほしいよね。ナヤを掃除することを考えただけで思わずため息が出る。一緒に困っていたように笑っていたまやちゃんが突然何かに気づいて声を上げた。どうしたのまやちゃん、急に。ねえ、るいちゃんは？言われてるいちゃんの姿がないことに気づいた。本堂は広いとはいえ、逆にすっきりと片付けられており、死角になるような場所なんてそんなにないはずなのに。あれ、さっきまでそこに。るいちゃん、るいちゃん、こっちこっち。お、ご本尊から声が。そうじゃなくてこっちだし、ご本尊の裏。裏？よいしょ。わあ、なにこれ、床に穴。穴というのはちょっと大げさかもしれない。るいちゃんが指差したそこは、普段あまり回り込むことのないご本尊様の裏。床の一部が隠し扉のように開いて、はしごがかかっている。構造としては、台所なんかに時々ある床下収納庫にそっくりだけど、大きさはそれよりだいぶ大きくて、普通に人が入って歩けていけるくらいはある。こんな地下倉庫みたいなのがあったの？知らなかった。ああ、この間の肝試しの時、ここに隠れてたんだよ。ばあちゃんが、ここならすずも知らない秘密の隠れ場所だって言っててさ。はあ、はあ、すごい、ちゃんと明かりもあるんだね。うん、肝試しの時は明かりはつけてなかったからよく周りが見えなかったけど、物置みたいな棚があったことはうっすら見えてたし、もしかしたらここじゃないかと思ってさ。なんで私に教えてくれなかったんだろう。なんかちょっとショックだよ。ああ、なんかすずが子供の時、触ると危ないものとかを隠すために黙ってたら言いそびれたとか言ってた。とにかくそういう理由ならここにある可能性は高いよね。そうだよね。じゃあ私たちも降りて早速捜索を。これ中に入っちゃうと優香が助けを呼んだ声が聞こえなくなったりしないか。そうはしごを降りようと足をかけた瞬間、助けて。あ、この声、ゆうかちゃん。え、何、どうしたし、なんか聞こえるの？今にそこ、ゆうかちゃんたちが。そんなに離れてないはずの今が、今日はひどく遠いように感じて気持ちが焦る。ゆうかちゃん、れいこちゃん、声をかけるのももどかしく、そのままなだれ込むように今へと駆け込む。そこには、レイ！うわ。飛び散ったガラスの破片の中、気を失って倒れるレイコちゃんと、ユカ様！
左手からポタポタと血を流してうずくまる玲子ちゃんの姿があった。はあ、弦があと2本だった。これは一応選択肢合っていたということでいいのか？どうなんだ？ちょっと一旦セーブして、この1個だけ先まで見ましょうか。ああ、これで16幕に進んだ。蘇る記憶。さあ、ということで、今回はここで終わりにしましょうか。蘇る記憶。そしてこれは、多分、玲子の昔の記憶なのかな。では、この先はまた次回やっていくことにしたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。